今日のイカれた偉人は織田作之助、織田作の愛称で親しまれていますね。カレーライスと大阪が大好きな男でした。彼の代表作には夫婦ぜんざいがあります。この夫婦ぜんざいは大阪の街で暮らす夫婦の様子が描かれており、生活にだらしない夫をしっかり者の妻が支えるといったものでした。この話の冒頭にはしょっちゅう借金取りや大家さんが催促に来ると書かれています。実際この夫婦ぜんざいは織田作の実体験が元になっているらしいです。そんな織田作といえばお薬が得意科目でした。お薬といってもビオフェルミンとかロキソニンなどの合法ドラッグではなく、ヒロポンという上級者向けの元気が出るお薬でした。ヒロポンという名前は労働を愛するフィロポノスというギリシャ語が由来だとされています。こいつ今ではがっつり違法ですが、当時は普通に薬局の棚に鎮座しておりました。ヒロポンは疲労や倦怠感をポンと取ってくれて、また酔い止めの効果もあるとされておりました。ちょっと気になりますよね。ちなみに織田作はこれを腕から服用しておりました。そう、お注射ですね。しかしこれはなんてことないただの覚醒剤であり、織田作は徐々に体を蝕まれ、ついには喉に血が溜まり呼吸ができなくなるにまで発展します。そして亡くなる直前、彼はこんなことを言い残しました。虎は死んで皮を残す、織田作死んでカレーライスを残す。皆さん、現代の私たちもエナジードリンクの飲みすぎには注意しましょう。ではまた。